なるほどね。わかる。支え。わかる。支えやって、そうやって逃げねえだろ、普通。支えやったらどうしたらこれ、倒れそうなんだ。こっちの足が出るんじゃん。こう回ったら倒れちゃうんだよ。バーンって言ったら出たら送るね。行くよ。バーンってやったらここで来たところスポンって払う。分かる意味。いつもは送り足払いって言うと支え釣り込み足ですよ。こう感じじゃん。それをこの相手をこっちに大きく、これ一歩大きくバンって出て、バーンって出て、ね、バーンって刺したところをスコン。いつもはこのね、去年まではこの釣り手側で足掴んだよって言ってたじゃん。今度はこっちを生かすために逆の足で一回倒せんぼする。ギュッてこっちに動かしといて、こっちに逃げさしといて、こっちの手で押してすくい上げるね。これもいろいろ考えてやってもらうから覚えておいてください。あ、ラストちょっとだけランドリーやるよ。